木下勝利、木下勝利は、安土桃山時代から、江戸時代初期の武将、大名、歌人。若狭小浜城、野瀬山城主で、官位が14位歌式部大部、左この野県少将であったので、通称を、若狭少将という。一時期はキリシタンでもあって、先例名は、ペテロと伝わる。歌人としては、長将、または長将氏あるいは巨、白、天なりじい。 天下王など様々な賞を用いた。一般には木下長章氏の名が巧妙。関ヶ原の戦いでは東軍に属して、伏見城るスキの章とされたが、鳥居元忠に退居を迫られ、これに従った結果、敵前逃亡したと戦後に責められて改役された。ついで父、家貞の備中足森藩を継いで、第二代藩主となったが、伊賀邸利謀と医療を争って、抗議の沙汰で、 諸領没収とされた。以後、京の東山に陰性して、文人となった。作風は、近世初期における花壇に新境地を開いたものとされ、その和歌は、廃徊し松尾芭蕉にも影響を与えた。六十二年、千五百六十九年、木下家貞の長男として生まれる。家貞は、豊臣秀吉の正室高大院、北万所、尾根の兄で、 杉原忠だの子。木下生を称するが、秀吉と地のつながりはない。母は帽子。異母亭に、李坊、信俊、小早川秀明など。勝都氏の性質は、森吉成の娘、梅、法選院。子息は着所含めて一男四女あり、女児はそれぞれ、徳川家康の伊豆武田新吉の妻、山崎家春の妻、県大納言、あの工業の妻となった。 男児に関しては、関ヶ原の戦いの年、1600年に諸子が誕生したが、後日の失態の連座を避けるために、死んだことにされ、かくまわれたことが、上皇院過去町や、巨城州の、木ならし衣など通じた、後年の研究で判明している。この人物は長じて、堀尾義春に仕え、堀尾家断絶後は、親族の朝野義長のもとを頼り、さらに、 細川家家老、松井沖長に仕えて、橋本姓を名乗った、勝信であるという。この系譜は、現在も八代市で継続しているので血統は、続いているとも言えるが、勝都市は後に、慶視なしとして隠居したために、系譜そのものは断絶した。幼少より、豊臣秀吉に仕える。一門衆の一人として交遇され、家老、八塚正勝の死後、その所領であった。 はり国達の城を福島正則の次に代わって与えられた。天正十六年、1588年、豊臣政を歌手された。天正十八年、1590年、小田原征伐に参陣。文禄の役では1500名を率いて、在人州の一人として名古屋城に滞在した。文禄三年、内市二年に、 若狭国の稚山次郎八万千五百国を与えられた。二十歳大前半にあたる千五百九十年代、初め頃の時期から和歌に才能を発揮し、文録の役の際に、非全国の人中へ向かう旅路で記された文章や、和歌は、九州道行き期として残されている。慶長五年、千六百年、合図征伐に赴く後大浪筆頭、徳川家康の命で、勝氏は特に、 伏見城に留め置かれ、松の丸の守備を任された。しかし、関ヶ原の戦いが始まると、東軍の鳥居元忠は信頼できる、三河州を中心に、城の守りを固めようと考え、寄せ手の西軍に、弟の秀明が含まれていると勝利氏に疑いをかけて、退去しなければ攻め寄せると迫った。このために勝利氏は退去して、北万所のいる京都に向かった。 勝利が伏見城を退去した理由については、諸説あるが、血は繋がらないとはいえ、老いに当たると臣秀みのためにも関東に味方するべきではないが、かといって、石田三成の謀反に加担することも出ず、城に残ると防戦の邪魔になると判断したためであると言う。その他の遺説としては、風情を好む勝利が、太公の築いた、 金吹きの河原の豪華絢爛な城が、陛下に見舞われるの見るのが忍びなくなって、すべてが疎ましくなって城を出ていったとする者や、彼の稼働の師匠であった、細川雄才同様、田辺城の戦いに、天皇をはじめとした朝廷による、救出工作があって、里村昭出が勝都市を迎え入れたとる説がある。一方で、勝都を可愛がっていた北万所が政軍を、支持していたためとする説もあるが、 通説では、北万所は範囲史だ。ヨド伝の側であり、まず東軍、勝利と、西軍、小早川秀明が兄弟である子を理由に仲裁して、停戦させようとし、それが勝利の退去で失敗した後は秀明に、伏見城へ入城させて東軍に加勢させようとした、ことが知られる。いずれにしてもこれらの理由ならば、結局、勝利は独断で城を出たことになる。妻の梅。 法政民は、大阪で人質となっていたが、勝都氏の敵前逃亡を知って激怒し、これを理由に後に離縁した。戦後、元たに追い出されたとはいえ、勝都氏が与えられた任務を勝手に放棄した行為は、許しがたきことであったので、家康は、伏見状態況を理由に、勝都氏を、女風の処分とした。慶長十三年、1六百八年、父、家定の死去後、高田委員。 北万所の終戦によって、医療、微中国足森二万五千国は安堵され、その裁量に任されることになった。この際、家康は医療を勝利市と、リボーに分たまものするとも定めていたが、高大院は長愛する勝利市に、医療のすべてを渡した。すると、所領を得られなくなった弟、リボは抗議して、家康に泣きつき、約半年間、双方の死者が京都とするが往復して、 葬儀となった。翌年9月、江戸幕府は文治の沙汰を犯して命に背いたという理由で、イエスサダの医療のすべてを没収とした。これで再び勝利氏は失漁したが、リボーも同じであり、代わりに、東園にあたる朝野長明が足盛藩を一時配慮して管理した。なお、リボーは大阪の陣で徳川方として参戦して、軍港を挙げ、それによって晴れて、父の医療である。 足森藩の継承を認められている。勝利氏は啓発して、京都東山に陰性し、高台院が開いた、高台寺の南隣に巨城堂を営んで、長生氏と合した。この陰性地には、河川堂と称する、昇閣がありその二階には三十六河川図を掲げた。その後、長生氏、勝利氏は、巨城堂で六百四十年頃まで和歌を読み続け、 御水の天皇が直戦したと伝えられる、周三十六河川に物を連ねている。裁判年は、山城特に大原の西山の勝ち持ち寺のあぜに移住し、西山尚府、西山木彫り沖など称した。陰性後も、5妻か娘かは不明だが、家族と手紙のやりとりはあったらしい。慶安二年、1649年に死去した。墓は、高台院らが眠る。 高台寺にある。残された。若作品の数々は、弟子の山本春政らによって編纂された。下文集、虚子集に収載されている。木下長生氏、勝利氏は、小堀正和や伊達政宗といった大名をはじめとして、林羅山や春日局といった幕府の養殖にあった。人たちや、藤原聖家とその息子の霊勢ためかげ、叔父、霊勢衣装の養子、松永帝徳。 中野井道勝たち文化人らとも交流を持った。弟子には先に挙げた、山本春正や岡本総功、歌後期といった人たちがいる。また、石川城山、下神戸潮流や山が祖皇にも死宿され、山が祖皇には住居の訪問を受けている。なお、勝都市は、日々大臣日東絵巻を所有していたことでも知られる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。